はい、こんにちは。この子猫です。読書家の読書家による読書家のためのチャンネルへようこそ。今日はですね、ちょっと趣向を変えまして、私の本棚の一角を紹介しまして、そこからおすすめの本をですねピックアップしていきたいというふうに思っております。で、私の本棚はだいたいこんな感じなんでございますが、今日ですねピックアップするのはですね、ここですね、ビジネス書のですね、戦略の棚1ですね、ここから、本をピックアップして紹介していきたいと思います。ここには営業とかマーケティングの本がまとめられています。まず目立つのはあれですね、森岡剛さんの本ですね。ここら辺ですね、元ユニバーサルスタジオジャパンのマーケティング責任者の方の本ですね。最近発売されて有名になったのは苦しかった時の話をしようかなんですが、これはですね、前作の、USJ を劇的に変えたたった一つの考え方であったりだとか、あとはですね、USJ のジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのかのですね、内容と被るところも多いので、まずはですね、この2つをですね、読んでいけばいいんじゃないかなと思います。マーケティングを考えるときに、目標、戦略、戦術の順番で考えろとか、消費者思考で考えろとか、基本的なことが、この本から学ぶことができます。で、実はこの2作の中で、たまに森岡さんが、こういう戦略を問うと、来場者数がこの数になるはずだ、みたいな予測をしてですね、それをぴったり当てたりするんですが、その秘密がですね、全て記されているのが、この分厚いですね、確率思考の戦略論っていう本ですね。これ以前も動画で紹介したんですが、おすすめしません。数式だらけで難しすぎるんで、ガチのマーケターってこういう風に数式使って予測してるんだなっていうのが分かって、読んでてため息が出てきます。で、これですね、左の3冊もですね、営業系の本としてはとってもおすすめですね。まず営業の魔法や、私はどうして販売外交に成功したかあたりが読みやすくておすすめですね。営業の魔法では欧州話法とかイエスバットワード法とかですね、営業における会話の基本スキルが学べます。で、私はどうして販売外交に成功したかでは、営業にいかに情熱が大事だっていうことが、分かりますね。で、それらを読み終わったらぜひですね、このハイパワーマーケティングを読んで、営業成績の分析や、どういうところに優先的に営業をかけていくのかっていう手法をですね、学んでいくといいかなというふうに思います。ザ・コピーライティングとシュガーマンのマーケティング30の法則は、商品の広告を作ったり説明文章を考えたりするときに使えます。YouTube のタイトルや説明文作りにも役立ちますので、YouTuber の方も読んでおいて損はないかなというふうに思います。最後にタイトルも面白いし中身も面白いのがこれですね、申し訳ない御社を潰したのは私ですですね。コンサルティング会社が理論だけで先行させて会社をめちゃくちゃにしちゃうよっていうのを嘆いている本なんですが、ここで提唱されている仕組みで私が好きなものがあるんですね。それは管理職をですね、人気制にするというもの。良いプレイヤーが良いマネージャーになるとは限らないので、マネージャー以上の役職は人気制にしまして、マネージャーとしての能力があればそのままマネージャーとして残す、マネージャーとしての能力が低ければ良きプレイヤーに戻ってもらうっていう制度ですね。ぜひ日本の会社でも取り入れたらいいんじゃないかなと思います。こんな感じでビジネス書戦略の棚1を紹介させていただきました。この本が気になるという方はコメントしてもらえれば、説明させていただければと思います。他の棚紹介は毎週土曜にしていこうかと思いますので、他の棚が気になる方はぜひチャンネル登録していただいて、また来週土曜に来ていただければと思います。では、また明日の1日1冊本紹介でお会いしましょう。バイバイ。